ちょっと今はスタートを切ることができなかったような、1球目から行く気で言ったような雰囲気があるんですよ。まあ、走っていいとこだと思うんですよね。さあここでスタート、キャッチャーが投げる、これはタイミング完全にアウト、片岡盗塁失敗です。これバッテリーの勝ちというところですかね。まあ、ピッチャーをクイックして、まあ、キャッチャーはいつ来てもいいように準備はできてましたね。片岡盗塁失敗でツーアウトランナーなくなりました。左ピッチャーが、ね、クイックをして、はい、キャッチャーが準備をしていれば、やっぱりそう簡単には、ね、ならないと思うんですよ、はい、セーフにはね。片岡の盗塁失敗は今シーズン9つ目、まあ、送球も良かったですね、はい。